男子バレーボール日本代表の高橋愛23イコールサントリーが8日自身のインスタグラムを更新ディオールの展示会を訪れたことを報告した写真ありいとこも美人と話題にインスタフォロワーも急増高橋はディオール表参道で開催中のディオールメンテイラリング行ってきましたと綴り黒いジャケット姿の写真をアップまた ディオールアンバサダーの横浜流星さんと一緒に撮っていただきました。と、俳優の横浜流星との2ショットも披露した。普段とは違ったクールな格好に、かっこよすぎる。なんてハンサムなの。パリコレに出てもおかしくないレベルですね。かっこよさ爆発しすぎててやばいと大反響。横浜との投稿にも、なんというイケメン同士の2ショット。画面割れるんじゃないかと思うほど二人とも美しい。 イケメン二人がコラボとかえぐいって、アイク俳優さんにも負けないスタイルかっこいい、美の暴力すぎる、色気あって大人っぽいなどの声が寄せられている。